カシアのリタ、またはカシアのリタは、15世紀イタリア・ウンブリア地方のセアウグスチの修道会の修道所、カトリック教会の聖人。リタは、ウンブリアのロカポレナという町に生まれ、経験な高齢の両親の下で育てられた。幼少の頃から修道所に憧れていたが、両親の勧めにより、地方の名士と結婚し、二人の男子の母となったが、夫は、粗暴な性格で、 毎日リタに暴力を振るっていた。しかし彼女は信仰を持って耐え抜き夫の改心を祈った。事実、夫は改心したが日頃彼を恨む人物の手によって殺害され、二人の息子がその復讐に借り立てた。それに老狽したリタは復讐を祈りによって止めたが息子たちは死亡、愛する家族を失った。悲しみに暮れたリタは幼少の頃からの夢であった。 修道院に入ることを決心し、カシ屋のアウグス地の修道院の門を叩いた。しかし、年齢を理由に断られ、四度目で入会が許され、修道所となった。でも現実は、自分より、年下の先輩修道所の下で、修道生活を送ることを余儀なくされた。ある日、聖堂で祈っている最中、十字架のイエス像のうばの冠から、 トゲが飛び、リタの額に命中しやがてそれが可能し悪臭が、修道院内で立ち込め、リタは隔離され独房で、陰徳生活を最後まで送るようになる。その噂は、カッシア中に広まり多くの巡礼者が取り次ぎを求めて訪れるようになった。陰徳生活の中で唯一、ローマ巡礼に、高齢ながら、足を運び、チエナのセーベルナルディーノの劣勢式に預かったと言われる。 1457年死去。彼女の死体、遺体から方向が立ち込め聖女としての評判が高まり、557年後の1900年に劣勢された。ありがとうございます。